成田のせがれか。でかくなったな。娘です。もう相変わらずですね、親方様は。まあ私より頼れる男がいないっていうのも事実ですけど、私だって、はあ、なんかいいことないかな。まだまだだな。え？小せえんだよな。ま、せいぜいいい女になれ。ひどっ。負けない。北条氏康の家臣成田氏長には美しい姫君がいた。名を海姫という。海姫は普通の娘の暮らしを願いつつも、波の男など相手にならぬ武勇を誇り、戦となれば自ら先陣に立って兵を率いた。ある時、関東制覇を狙う上杉謙信が北条領に侵入。氏康は武田信玄と手を結び、謙信を迎え撃つべく出陣を下知した。海姫も家族や家臣を守るために出陣。一方、信玄より派遣された真田幸村、そして幸村に仕える久野市も北条軍に加勢すべく出陣の準備をしていた。ったく、何なのあの子、燃えてきた。第1話、利根川の戦い。後続の武田軍が上杉の横っ腹をつく段取りだ。武田を迎えるため邪魔なもんは取っ払っとけ。何様のつもりか知らねえが、ここらででかい顔されちゃ迷惑だ。潰す気で行くぜ。敵をぶっ飛ばしてやったわ。やりゃできるじゃねえか。敵将ぶっ飛ばしてやったわ。ここで果てるわけにはまいらぬ。邪魔なもんってこれか。たく、誰の嫌がらせよ。
勝っと。手際がいいじゃねえか。大したもんだ。敵を侮ったか。この金付けまだまだ未熟者よ。これより北条軍を援護する。行くぞ。戦を長引かせては不利。敵本陣に向け進軍。大門、守りを固めろ。間に合ったか。
剣心の相手にふさわしいか測って差し上げます。開門。子守の姉ちゃんのお出ましかい。片付けてやれ。よし、あたしが行って倒してくる。守りに見せるんだって。あたしが先に来るじゃん。あんたの守りに邪魔しない。残るは剣心だ。全力で進めよう。大砲進め。剣心は強いよ。ねえ、やめとけば。怖いならそこで見てなさいよ。私は行くわ。うわ、鬼の幻想。ルシー様も道を譲っちゃうかも。誰が鬼よ。あんたには絶対負けない。姫武者、この剣心を阻まれます。でも負けないから。おお、なんと武田家しい戦ぶり。カイドのお見事。武田家しいって嬉しくない褒め言葉だな。やろうけど。が闘争をたたえ飛行。本当に剣心さんを追っ払っちゃったよ。何あれって思ってたけど、やるんだあの子。にゃはん。もう終わり？まだまだいけるけど。そなたの働き見事だった。カイ殿も素晴らしいご活躍でした。ほーんとすごすぎる活躍だったよね。同じ女とは思えない。へえ、私が雪村様に褒められたのがそんなに悔しいわけ。あー、勘違い。自分がいつも誰にも褒めてもらえないからって。はあ、褒められてます。いつも私の実力で勝ててんのよ、うちは。いるんだよね。ひど。小せえんだよ、ドアホ。だってこの子が。今日で全部終わりか。終わってねえだろ。先は長い、死ぬほどな。何度戦に勝ったところでバカ騒ぎは続かねえ。この乱世の終わりまで、今からどこまでお前らがそうやってアホみてえにキャーキャー騒いでられっか。あの世に行っても見ててやる。